こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、女性が苦手な夏のアイテムベスト5というテーマで、皆さんにですね、動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、人によっておしゃれをする目的って本当に様々だと思うんですね。例えば僕なんかの場合は、 男性目線でなんかおしゃれだなとかセンスがいいなというふうに思われたいという欲求があるんですね。ですので女性に褒められたいというのももちろん基本としてあるんですけども、それよりもショップの店員さんだとかおしゃれな男性にそれどこの服ですかとかなんかそれいいですねって言われるとテンションが上がるんですね。 一方で、まあ、女性にですね、好印象を与えたいと思う男性は、世の中にはですね、たくさんいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、極端なところで言うと、モテたいという欲望は、まあ、男性の中にはあるかなと思うんですが、もっとマイルドに女性に好印象を与えたいなと思う男性は、かなりたくさんいらっしゃるのかなというふうに思っています。まあ、このですね、おしゃれな人から褒められたいという欲求と、まあ、女性に好印象を与えたいというのはですね、結構似て非なるもので、全然方向性が僕は変わるかなと思ってるんですね。 ですので、今回の動画では、まあ、女性目線でこういったアイテムというのは結構苦手な方が多いというですね、一つの参考にしていただければなというふうに思っています。そして、苦手なアイテムだけではなくて、このアイテムをこういった形に変えた方がより印象がいいですよというところも含めて、皆さんにですね、動画をお届けできればなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッション今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し踏み込んだですね、中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的にどんな夏のアイテムが女性からのですね、印象が良くないのかというところをお話をしたいなと思ってるんですが、まあ大前提として僕がですね、イメージで語ってもこれはですね、説得力がないかなと思うので、まあ誰か専門家を立てたかったんですけども、なかなかですね、こういうご時世なので、それが難しかったので、誰か適任の人はいないかなと思って見渡したところ、近くにいたんですね。 それがですね、僕の奥さんですね。まあこれはもう奥さんの意見を聞くことで、まあ具体的にどんな着こなしが苦手なのかというところを深掘りできたらなと思って、まあ結構ですね、昨日は一日中ですね、いろんな質問を投げかけてみたわけですね。まあちなみにですね、僕の奥さんっていうのはもともとですね、アパレル業界にいた人で、そこから転職してパティシエになったというですね、ちょっと異色の経歴を持つ人なんですけども、まあ一応ですね、アパレル業界にいたということで、ファッションも好きですし、 聞こなししにも詳結構ですね、いろいろと質問をしてみて、かなり勉強になって参考になった分も多かったので、そのですね、データを皆さんと一緒に今回は共有をしてみたいなというふうに思っています。早速ですね、その結果をまとめたのが、こちらのホワイトボードの 項目になっているんですけどもあのですね、まずはですね、大きく分けると苦手なアイテムというところでも2つにですね、分類できるかなというふうに思ったんですね。これはですね、6年ほど前に書いた僕の一番最初の著書の中にも書いているんですが、おしゃれが苦手の方の中にもですね、2つの種類の方がいまして、 一つ目は青の丸してある方なんですけども、こちらはですね、無頓着型というふうに僕は呼んでいるんですが、あまりファッションに詳しくなくて、まあとりあえず着れたらいいやですとか、まあ、なるべくですね、着心地が良くて快適なものがいいやと思っている方が、この無頓着型に入るかなというふうに思っています。 そしてもう一つがですね、やりすぎタイプというもので、これはですね、全く正反対なんですけども、おしゃれは好きなんですが、いろいろとですね、自分なりにこだわりすぎた結果、かえって女性からの評判が良くないというタイプで、どちらもですね、結構街にはいらっしゃるんですね。で、僕自身はどちらかというと、こっちのやりすぎタイプに入ることが少なくなくて、ここにならないように日々ですね、バランスを取りながら自分のファッションを楽しんだりだとか、こちらの YouTube の方で発信をするよう にしてるんですがががつついつい陥りがっちりのこの二つの分類ができるということを頭の片隅に置きながら、まずは一番上の項目から見ていきたいなと思ってるんですが、こちらですね、一番上の項目はですね、まずはベースとなるサイズ選びのですね、項目なんですが、無頓着型の人だとですね、 なんとなくですね、ゆったりめのサイズになっていて、それがですね、あんまり好きじゃないという形で言っていたんですね。これはですね、結構いろんな女性からも意見があるんですけども、今はですね、シルエットとしては、ゆったりめだとか、ビッグシルエットのもの、結構増えてるかなと思うんですが、この無頓着タイプの方というのはですね、あえて狙ってそういったサイズ感にしてるのではなくて、結構前から服を着ている結果、そのサイズ感がですね、今とは違ってゆったりめだったりだとか、 あとは体型が変わってなんかブカブカして見えただとか狙いがないんだけどもなんとなくゆったりとしていてボトムスの丈の長さも靴に乗っかるぐらいダルっとしていたりだとかあとはシャツの丈が長かったりだとか袖丈が長すぎたりだとか狙いがないんだけどもサイズが合ってないこれがですねやっぱりこう見ていてあまり清潔に見えないというところであまり印象が良くないのかなというふうに言っていました確かにですねそういった男性は多いのでサイズ感というところはすごく 注意が必要なんですね一方でやりすぎタイプの方でよく見るのがですねピチピチのですねスキニーデニムだとか本当にサイズがタイトすぎるというのもですねあまり好みじゃないという方が多いんですね。これは奥さんんもも言っていた項目なんですけども タイトすぎて乳首が透けていたりだとか、あとは足のラインが見えすぎてしまって、肉感が出てしまうのがあんまり好きじゃないという意見がありました。これはですね、本当に気をつけた方がいい点かなと思ってまして、一方でビッグシルエットも意外とですね、そんなに評判が良くなかったんですね。これもね、本当に僕はいろんな方をスタイリングする中で、その男性の奥様だとか、パートナーの方からの意見も聞くことは少なくないんですが、結構ですね、ビッグシルエットって女性家の評 そんんんなななに良くないんだなといだとうのを実感するんでするでねこれはもちろん世代によって10代20代の女性だったらもちろんですねそういったシルエットに見慣れているのでそこまで違和感はないかなと思うんですが30代以降になってくるとなかなかですねビッグシルエットというものがめちゃくちゃ似合う方そんなに多くはないかなと思ってるんですね、まあ、僕の動画の中でもちょっと緩めのサイズをですねご提案することはあるんですがそれよりもですねもっとおっきめのトレンド感満載のビッグシルエットになるとちょっとこれはですね しなく見えたりだとかスタイルがよく見えないのでそれはどうかなという方が多いですしうちの奥さんもそこの点はですねちょっと指摘をしていたところなので結構ですねこのあたりのサイズ感というのは極端なのが良くないかなと思ってましてタイトすぎるのも良くないしかといってビッグシルエットすぎるのも良くないそして体に合っていないようななんとなくゆったりというのもあんまり良くなくてもし正解の形があるとしたらやはりですね細身の方が女性からの評判はいいのかなという風 思っててましてただビタビタになるというのはあんまり印象が良くないのでテーパード型のボトムスなんかが一番ですね合わせがしやすいかなと思うのでその辺りは頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて2段目ですね。これはですね、トップスですね。夏のトップスいろんなものがあるんですが、まあ無頓着タイプのですね、代表的なところで、ボーダーのポロシャツ、これはですね、やっぱりなかなか難しいかなというふうに言っていました。まあポロシャツというだけでも、どうしてもおじさんっぽいイメージがある中で、さらにですね、そこにボーダーが入っていたりだとか、カラーのインパクトが強かったりだとか、あとはロゴが大きく載ってるものに関しては、どうしてもですね、あまりしっくり来ないなというふうに言っていました。確か 確かにこれは僕自身もそう思っているところがあって、なかなかですね、ポロシャツというのは合わせるのが難しいんですね。襟が付いているので、大人っぽく見える一方で、そのアイテムに対するイメージというものは、なかなかですね、変えづらいところがあって、もしポロシャツを選ぶのであれば、まあ、僕の動画の中でも言ってる通り、ネイビーですとか、ブラックですとか、濃いもので、なるべくシンプルなものを選んだ方が、大人の男性には似合いやすいかなというふうに思っています。まあ、柄のあるものというのは、やっぱり注意が必要なんですね。 それだけではなくてトップスの T シャツでもプリント T シャツはなかなか難しいかなというふうに言っていました。というのもですね、まあプリント T シャツ僕自身もよく着てるんですが、なかなかですね、大人が着れるようなシンプルで使いやすいものって少ないんですね。どうしてもですね、着ると子供っぽく見えるものの方が多いので、まあプリント系のものだとかボーダーだとかそういったものはですね、注意が必要なのかなというふうに思ってます。 一方でやりすぎタイプでよくあるのが V ネック T シャツだとか、あとは柄シャツだとか。 こういったものの印象はあんまり良くないかなというふうに言っていたんですね。これはですね、多くの女性からの指摘もあるように、まあ、V ネックの T シャツというのは僕ら大人世代にとっては結構身近で、今からですね、10年以上前に結構流行ったんですね。まあ、僕自身も散々着ていまして、V ネックのですね、秋の広いものをですね、ちょっとセクシーっぽく着るのがですね、好きだった時期もあったんですね。まあ、その頃は僕もまだ20代だったので、そういったものがまだ似合ったりしたんですけども、 まあ今から10年ぐらい前だと僕も20代でしたし世の中のトレンド的にちょっとセクシーなものというのが流行っていたタイミングだったのでまだ良かったんですが2021年現代においては V ネック T シャツはあんまりですね流行らないかなというふうに思いますしセクシーに見える要素というのはなかなかですね女性目線からするとあんまり印象が良くないかなというのはすごく感じています そしてこのラシャツというのもですね、花柄のものだとか、そういったちょっと綺麗な様子のもので、第二ボタンまで開けてきるようなスタイルというのは、やっぱりあまり印象が良くないかなと思うので、こういったですね、ちょっとセクシーに見える要素というところは注意が必要なのかなというふうに思っています。はい、続いて3点目の項目なんですが、これはボトムスになりますね。 これもですね、僕の動画の中でも何度かお伝えしたことがあるんですが、やっぱりですね、女性目線でもかなり NG の項目みたいなんですが、半端だけのボトムスですね、これの印象がめちゃくちゃ悪いんですね。まあ、具体的に言うと、膝よりも長いような、 六部丈ぐらいのボトムスですね。そういったボトムスに多いのが折り返すとチェック柄とかになっているようなものですね。こういったものはですね、やっぱり印象がめちゃくちゃ良くなくて結構街では30代後半から40代の男性でも着てる方が多いんですね。意外とですね、ファッションに無頓着な方の方がですね、こういった細部にですね、ポイントがあるものを取り入れがちなんですね。なんかちょっとワンポイントあった方がおしゃれに見えるかなと思ってこういったものを選びがちなんですが、そういったディティールは 意外とですね、苦手だという女性は少なくないので、そういった中途半端な竹のものを履くのであれば、本当にもうくぶ丈のパンツの方がいいですし、もしくはショートパンツにするのであれば、膝よりももうちょっと短めのものの方が、かえってバランスがいいので好きだというふうに言っていたので、そのあたりのパンツの丈の長さですとか、あと折り返しのチェックだとか、こういったところはですね、注意が必要かなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。一方で、やりすぎタイプでよくありがちな、 先ほどもちょっと出ましたが、ピチピチの好きにですね、これまた日韓があってなかなか難しいかなというふうに言っていました。 ま確かにですね、これも年代によって違ってくるんですね。今は10代、20代の方は、ゆったりめのシュエットの方も多いですし、その逆にかなり細身のパンツを履いている方も少なくないんですけども、身長が高くて痩せ型で足も細い方であれば、好きに行って結構似合うんですよ。でも僕らぐらいの年代になってくると、なかなかそうもいかなくて、体型が少しずつぽっちゃいになってくることも少なくないかなと思うので、その時にあまりに細身のボトムスというのは、なかなか印象が良くないので、このピチピチの月に とというところはは僕ら世代はですね注意が必要かなと思っててましてこの辺りは先ほどもお伝えしたような、もも回りだとかお尻周りには適度にゆとりがありながらも、膝から下にかけては細くなるようなテーパード型のパンツですね。ユニクロでいうところのスマートアンクルパンツだとか、この辺りの方が断然相性がいいかなと思うので、ぜひ注意をしていただければなと思っています。あとは短パンでもですね、短すぎるものの印象はめちゃくちゃ悪いですね。もう膝が見えるというよりは、ももぐらいまで がっつり見えるような結構短短めののパンっていうのはですね結構僕自身も実は好きなんですね。そういったものが意外とバランスが良く見えたりするので、ノースフェイスのですね、かなりカジュアルなパンツとか、個人的にはよく履いてるんですが、体型が引き締まっていて、スポーツをやる人であれば NG ではないんですが、ちょっとそれもですね、やりすぎてしまうとあんまり印象が良くないのかなと言っていたので、このあたりはですね、僕の中でも非常に反省が多いかなと思うんですが、まあ、短すぎる短パンっていうところは、 やっぱり女性からの印象が良くないというのはよく聞く話なのでチェックをしておいた方がいいかなと思ってます僕も動画の中でもお伝えしているような グラミチのショートパンツだとか、ユニクロのナイロンギアショートパンツだとか、あいたものというのはですね、膝上だいたい5、6センチぐらいで、そこまで短すぎないですし、ちょっとアウトドアの雰囲気が感じるものというのは、かえって印象がいいというふうに言っていたので、そのあたりはですね、ぜひ安心していただければなと思っています。あくまで膝上で7センチ以上になってくると、ちょっと危ない領域に入ってくるのかなと思うので、そのあたりはぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて4点目なんですが、これはバックなんですが、 ショルダーバッグですね。その中でも結構いろんな色を使っているような多色使いのものは子供っぽく見えるのであんまり好きではないという意見がありました。まあ確かにですね、休日の男性を見てるとこのようなショルダーバッグを持っている方はめちゃくちゃ多くてまあ確かに休日って僕なんかは手ぶらで過ごすことは少なくないんですが例えば長財布を持っている方だとかなんか本を持ち歩くだとかなるべくですね、ポケットの中に持ち物を入れたくないという方も少なくないかなと思います。 思うんですね、そうなるとあんまり大きいバッグって必要がなくてショルダーバッグというものが一番ですね身近になってくるかなと思うんですがでもですねショルダーバッグってなかなかですね合わせるのが難しくてちょっと色使いが派手だったりだとか、まあ、デザイン的な装飾がありすぎるものというのは意外とですね印象が良くないのでそういったものには注意をした方がいいかなというふうに思ってます。 じゃあどういったものを持てばいいのかというと、先日もご紹介したようなアークテリクスだとか、あとはノースフェイスだとか、こういったアウトドアブランドのもので、なるべくシンプルなもので、ブラック単色のもの、こういったものだったら全く問題がないというふうに言っていたので、このあたりを持っておけば、まず間違いがないのかなというふうに思ってます。子供っぽく見えるような多色使いのものだけ注意をしておけばいいかなと思っていまして、一方でやりすぎタイプで結構 NG に上がってきたのが、クラッチバッグなんですね。これはですね、僕が普段 スタイリングする際によく効く項目なんですが、まあ、クラッチバックってちょっとおしゃれな人であれば、今からですね、3、4年ぐらい前に結構流行って持っていた方も少なくないんですね。僕自身もクラッチバックが好きでよく持っていたんですが、まあ、そういった旬というところも好きましたし、どうしてもクラッチバックというとちょっとこう、オラオラ系に見えたりだとか、チャラついて見えるというところもあるみたいなので、この印象がね、意外と良くないんだなっていうのは、ここ数年非常によく感じているんですね。 ですので、クラッチバッグを持つぐらいであれば、もう少しカジュアル感のある、ショルダーバッグですね。まあ先ほどのような、ノースフェイスアークテリクスのものもいいですし、まあレザー素材のですね、ちょっと大人っぽく見えるものを持つというのも、まバランスがいいかなと思うので、そういったもので対応するのがいいかなと思うので、まあクラッチバックですね。僕にとってはちょっとですね、耳が痛い話ではあるんですが、これはちょっと賛否両論があるアイテムなのかなというふうに感じています。 はい、続いてラスト5点目なんですが、こちらにあるような、まあ本当にですね、近所に歩いていけるような便利なサンダルみたいなものですね。表面にいくつか穴が開いているような代表的なよく流行ったサンダルがあるかなと思うんですが、こういったものはですね、やっぱり使い勝手はいいけども、おしゃれで履くにはなかなか難しいかなというふうに言っていました。 まあ確かに機能的なものというのは魅力を感じるんですが、それが全体のバランスとしてどうかというところとか、あとはお出かけの時に履いていっていいかどうかというところはなかなか微妙なので、そういったサンダルというのはやっぱり避けておいた方がいいかなと思っています。あとはですね、スニーカーに関しても本当に今すぐ走れそうな がっつり運動できそうなスニーカーっていうのはあんまり印象が良くないかなというふうにも言っていました。例えばブルーですとかオレンジだとかビビットなカラーなものだとか本当にスポーティーなものだとなかなか難しいかなと思うのでそのあたりはですね結構無頓着タイプの方がやりがちなのでチェックをしておいた方がいいのかなというふうに思っています。一方でやりすぎタイプの方で多いのが結構ごついスニーカーなんですね。 最近は結構ですね、スニーカーブームで、レアなスニーカーとかを好んで履く方も少なくないんですが、やっぱりですね、スニーカー自体に主張が強すぎるものって、苦手としている女性が少なくないんですね。ファッションが好きな男性だとか、あとはスニーカー大好きな方には評価されるけども、そういった世界観が意外と女性からは理解されないということが少なくないので、そのあたりは頭の片隅に置いていただければなと思ってます。まあ僕自身もスニーカーは大好きなんですけれども、あまりスニーカー自体に主張が強 っていいうのは僕自身も選ばないんですね全身で見た時にそのスニーカーが馴染むかどうかというところを大切にしてるんですがあまりスニーカーでインパクトを出しすぎると女性からの印象というのはあまり良くないというところは頭の片隅に置いていただければなというふうに思っていますじゃあ具体的にどんなスニーカーがいいのかというとやっぱりなんだかんだで使いやすいのは白のレザースニーカーなのかなということも話していました 例えば、スタンスビスだとか、ジャーマントレーナーだとか、こういった本当にですね、シンプルなスニーカーの方が夏らしくて明るい雰囲気も出ますし、なおかつですね、スニーカーの中でもカジュアルすぎないので、そういったやや綺麗めなものの方が印象がいいかなと思ってますので、そのあたりもですね、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。 はい、ということで今回の動画では女性が苦手な夏のアイテムベスト5というテーマでお話をさせていただきました。昨日はですね、結構奥さんと話しながらいろんな発見があったんですが、やっぱりですね、僕自身もファッションが大好きな人間なので、やりすぎタイプに入りがちなんですね。このあたりはですね、すごく反省したテーマではあるんですけども、あまり無頓着すぎると、それまたですね、清潔感みたいなものが漂わないので、これまたあんまり印象が良くないのと、一方であまりにファッションに凝りすぎてしまうと、一緒に歩く 上でちょっっと恥ずかしさがあるなというのも言ってましたそのあたりはですね、僕もすごく反省する点が多くて、例えば今回は挙げなかったですが、アクセサリーもですね、結構賛否両論がありまして、まあ、僕自身もアクセサリーが好きなので結構しますが、こういったリングだとかバングルだとか、まあ、奥さんが言うには、まあ1個ずつであればギリギリ OK とは言っていたんですが、本当にですね、こういったバングル自体も苦手だという方も少なくないので、こういった女性目線というところも頭の片隅に置きながら、どのあたりのポジションを取って おくのののかかとといいいいううを考えるのも結構面白いのかなというふうに思っていますただあまりに女性視点ばかりを重視してしまって自分の個性みたいなものが全部そがえてしまうというのも面白くないのも事実なのでこの辺りはですねどの値のバランスがいいかなというのを探っていくのもやっぱりですね大人のファッションの楽しみ方の一部分なのかなというふうに思っています。 まあ、ぜひですね、皆さんも今回の動画を参考にしながら、今後のお買い物に活かしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル